どうも、サガンです。ということで、皆さんご存知、新庄剛志選手、来シーズンからね、日本ハムのビッグボスに就任されますが、自分が5歳ぐらいの時に現役引退されたんで、実際どれぐらいすごかったのかということがあんまり知らないんですよね。ということで、今回は全盛期の新庄選手の成績を改めて調べてみようという動画でございます。ということで、早速行ってみましょう。まず新庄選手の年度別成績見ていきましょう。こちら新庄さんは1990年にプロデビュー、2006年に現役を引退されました。阪神タイガース、ニューヨークメッツ、サンフランシスコジャイアンツ、そして北海道日本ハムファイターズ、4球団を渡り歩いた新庄選手、1年ずつ見ていこうかなと思います。まず1990年1年目ご覧ください。こちらまあ1年目なんですが、1軍出場はありませんでした。西日本短期大学附属高校からドラフト5位で指名されまして、阪神に入団した新庄選手、1年目は腰痛の影響であまりね試合に出ることができなかったということで、2軍で36試合本塁打0、打点0、打率0割7分4厘とね、まあ2軍でもなかなか苦しい成績で、高校でもねセンターとしてプレーしてたんですけども、この年シーズン途中に自ら志願しまして、ショートにコンバートすることになりました。ちなみに1990年の阪神の順位は最下位の6位でした。で続いて2年目、1991年見ていきましょう。こちら13試合17打数2安打0本塁打1打点、打率1割1分8厘、出塁率が1割1分8厘、長打率1割1分8厘、 OPS が235ということで、まあ、この年もね秋頃まで2軍でプレーしていたそうなんですけども、2軍で打率2割4分6厘、9本塁打39打点を記録しまして、9月9日にプロ初昇格、そして次の日9月10日の巨人戦の9回の表、代打でプロ初出場いたしまして、去年まで阪神のピッチングコーチだった高田勲さんからなんとタイムリーヒットを放ちまして、プロ初打席で初安打初打点を記録します。でその後1週間後の9月16日には7番ショートでスタメン出場、結局その後13試合に出場したということで、高卒2年目のね野手がプロ初打席初安打初打点記録っていうね、もうこの頃から新庄選手の伝説は始まっていました。で3年目見ていきましょう。こちら1992年ですけども、95試合353打数98安打11本塁打46打点、打率2割7分8厘、出塁率が3割2分、長打率が4割3分3厘、 OPS が753ということで、まあ、この年はね開幕2軍スタートやったんですけども、5月にサードのオマリー選手、あのね六甲おろしで有名なオマリー選手が故障しまして、1軍昇格することになったのが新庄選手。5月26日の試合で7番サードとしてその年初めて出場して、なんとそのシーズン1打席目にプロ初ホームランを放ちました。そしてねその後もヒットを量産しまして、シーズン初出場から12試合連続ヒットを記録ということでね、もう本当にねチームからしたら救世主ですよね。主砲のオマリー選手が離脱して、でそっからね新庄選手高卒3年目なのにもかかわらず大活躍してチームを引っ張っていくっていうね。で新庄選手と同じ頃に亀山勉選手がね、ライトで1軍に定着で、新庄選手もね夏頃にセンターを守るようになりまして、この暗黒時代をね救う若手外野手の2人、亀山選手と新庄選手の頭文字を取って亀新フィーバーとね呼ばれました。そんな亀山選手と新庄選手の活躍もあって、結局チームは最後負けちゃったんですけども、優勝争いを繰り広げて2位でシーズン終了となりました。で続いて4年目、1993年の成績がこちら。102試合408打数105安打23本塁打62打点、打率2割5分7厘、出塁率が3割5厘、長打率が4割6分3厘、 OPS768 ということで、このシーズンから背番号を5に変更しまして、チームの中軸選手として活躍します。2月のオープン戦でヘッドスライディングをした際に左肩を痛めまして、結局シーズン初出場は5月になっちゃったんですけども、高卒4年目でプロ入り初の100試合出場、じゃシーズン100安打も達成しまして、規定打席にこの年初めて到達、ホームランも11本からチームトップの23本まで増やして、この年初めてベストナイン、そしてゴールデングラブ賞をダブル受賞しました。高卒4年目にして完全なレギュラーになります。でこの年の10月3日の中日戦でプロ入り後初めて4番として出場したんですけども、この21歳8ヶ月3日での先発4番出場は球団の歴代最年少記録で、2021年シーズンが終わった現在も破られていない記録だそうです。これを更新するバッターがね出てきてほしいですね。ちなみにこの年はチームは4位で終わってしまいました。で続いて5年目、1994年の成績です。こちら122試合466打数117安打17本塁打68打点、打率2割5分1厘、出塁率が3割4厘、長打率4割4分、 OPS743 ということで、まあ、この年も安定した成績を残しまして、17本塁打はチームトップ、守備ではねキャリアハイの289視察を記録しまして、2年連続となるゴールデングラブ賞を獲得します。で5月13日に開催されました新庄ナイターでは、
現在ヤクルトの監督高津慎吾選手からプロ入り初となるサヨナラホームランを放ちまして、オールスターゲームでも最多得票で選出、まあ、チームはね2年連続の B クラスで4位でしたけども、新庄選手はね本当に阪神の顔という感じで順調に成績も上げていきます。しかし6年目、1995年の成績がこちら。87試合311打数70安打7本塁打37打点、打率2割2分5厘、出塁率が2割9分4厘、長打率3割6分、 OPS654 ということで、この年からチームの打撃コーチに山内和弘さんが就任したんですけども、その山内コーチの打撃理論が理解できなかったり、7月とか終盤に怪我をしてしまったせいで成績が低迷しました。でチームもね結構苦しい状態で5位のまま前半戦を8連敗で終えてしまって、本当に暗黒という中、当時の中村監督が休養、後半戦から藤田平二軍監督が監督代行になります。しかしそのまま9月には最下位転落、そのまま最下位のままシーズンが終わりまして、シーズンオフには真由美選手が引退、そして新庄選手が尊敬していた柏原コーチが解任されて、当時足を痛めて別メニューだったんですけども、藤田監督にそれが伝わっておらず、遅刻してきた新庄選手がグラウンドの中で正座させられたり、あとは右肘を痛めていてオフは治療に専念したいと新庄選手が思っていた時に黒潮リーグ、まあ、今のフェニックスリーグに呼ばれたり、こういろんな部分で不満が溜まっていた新庄選手はなんと契約更改で阪神を辞めたい、環境を変えてほしい、僕をトレードに出してほしい、横浜に行けないですかとトレードを直訴、まあ、これはね当然拒否されまして、11月19日の契約更改後に会見を行って、野球に対するセンスがないから辞めたいと24歳で突然の引退宣言、センスがないから辞めたいというね、まあ、誰も傷つけたくなかったからこう言ったとね後々わかるんですけども、まあ、センスの塊なんですけどね新庄選手、それほど退団したかったのかなと思います。でその引退宣言の後、当時のねセリーグの会長などから猛説得されまして、結局新庄選手のお母さんから父の病気が悪化したと言われまして、引退宣言から2日後の21日、ユニフォームを着ている姿を見せるのが親父への一番の薬だと思ったんです、自分の人生どうこうじゃなく命には変えられませんからと父親を勇気づけるためにプレーを続行することを決断します。ただその引退撤回を聞いた記者が福岡に向かったところ、新庄選手のお父さん病気で倒れてるはずなんですけども、飲み屋で息子の現役続行を喜んで祝杯をあげていたということで、なんでお父さんが倒れたって言ったのは結局新庄選手のお母さんが新庄選手に現役を続けさせるための嘘だったそうです。とまあいろいろあって、続いて7年目、1996年の成績がこちら。113試合408打数97安打19本塁打66打点、打率2割3分8厘、出塁率が3割3分5厘、長打率4割3分6厘、 OPS771 ということで、まあ、この年も打率は低いんですけども、ホームランはね20本近く打っていますし、キャリアハイの出塁率3割3分5厘を記録しました。そしてこの年に3度目となるゴールデングラブ賞を獲得します。去年のスランプから復活した新庄選手なんですが、三振数に関しては過去最多の106三振、チームは2年連続の最下位に終わってしまいます。で続いて8年目、1997年の成績です。こちら。136試合、482打数112安打、20本塁打68打点、打率2割3分2厘、出塁率が3割6厘、長打率4割5厘、 OPS711 ということで、この年も打率は2割3分台。オールスターにもねファン投票で出場したんですけども、その時の打率が2割1分台だったため、セリーグの応援団による応援ボイコットが行われまして、一部の観客から新庄帰れコールが起きまして、新庄強しそんな成績で出場するな、恥を知れという横断幕が掲げられて、ペットボトルやメガホンが投げ入れられて試合が一時中断したということでね、いやすごいですね。今ではもう絶対こんなことないと思うんですけども、ファン投票でね選ばれてるのに応援ボイコットという事件もありました。ただホームランは20本超えていますし、プロ入り初めての全試合出場、そしてゴールデングラブ賞もこの年も受賞しました。ちなみにこの年の阪神は5位でシーズンを終えています。9年目、1998年の成績がこちら。132試合、414打数、92安打6本塁打、27打点、打率2割2分2厘、出塁率が2割7分5厘、長打率が3割3分1厘、 OPS606 ということで、この年は大スランプに陥りまして、打率2割2分2厘は規定打席の到達者の中で最低、ホームラン6本、打点27は規定に乗ってる年で、キャリアワーストの記録でした。ただ守備ではゴールデングラブ賞をこの年も受賞しております。で10年目、1999年の成績がこちら。123試合、471打数、120安打14本塁打、58打点、打率2割5分5厘、出塁率が3割3厘、長打率が4割1分8厘、
リン OBS721 ということで、この年から野村監督が就任、外野とピッチャーの二刀流に挑戦しまして、3月5日のオープン戦では最速143キロを計測で、その試合でセンターに回ってレーザービューンを見せて、打席が回ってきたらヒットを打ったというね。ただその試合の最後の打席で左膝を痛めまして、二刀流を断念することになりました。で、あの有名な敬遠を打ってサヨナラタイムリーになったのがこの年の6月12日の巨人戦で、9月10日の巨人戦のヒーローインタビューで明日も勝つと言って、そっから12連敗したというのもこの年です。まあ、この年はね、いろいろありました。で、成績に関してなんですけども、尊敬していた柏原コーチがチームに帰ってきまして、打率2割5分まで復帰。この年もゴールデングラブ賞を受賞しまして、5月には月間 MVP も獲得しました。やっぱりコーチの力ってね、大きいんですよね。ただチームは2年連続の最下位でした。で、11年目、2000年の成績がこちら。131試合、511打数、142安打、28本塁打、85打点、打率2割7分8厘、出塁率が3割2分1厘、長打率4割9分1厘、 OPS812 ということで、この年は開幕戦から4番でスタート。キャリアハイの28本塁打、85打点、打率安打2塁打、盗塁で全てチームトップの成績、ベスト9、そしてゴールデングラブ賞を受賞しました。で、この年の8月に FA 権を取得しまして、11月に FA 宣言、横浜とヤクルトと争奪戦になったんですけども、阪神は5年12億を提示。しかし、なんとまさかの NPB ではなくメジャーリーグ、ニューヨークメッツに年俸3300万円で移籍、メジャーに挑戦することになります。で、メジャー1年目、2001年の成績がこちら。123試合、400打数、107安打、10本塁打、56打点、打率2割6分8厘、出塁率が3割2分、長打率4割5厘、 OPS725 ということで、この年は開幕から1軍入り。開幕戦の8回にダイソーとして初出場、そして10回に打席が回ってきまして、メジャー初打席で初ヒットを放ちます。そしてその後、本拠地開幕戦ではメジャー初本塁打を放ちまして、故障もあったんですけども、結局123試合に出場しまして、1年目から2桁本塁打を記録。年俸がこの年初めて1億円を超えました。そして2002年の成績はこちら。118試合、362打数、86安打、9本塁打、37打点、打率2割3分8厘、出塁率が2割9分4厘、長打率3割7分、 OPS664 ということで、この前の年の2001年のシーズンオフにトレードでサンフランシスコジャイアンツに移籍。この年もね、シーズン途中でまた怪我をしてしまいまして、その後トレードで入った選手にレギュラーを奪われまして、なかなか試合に出ることが途中からできなくなったんですけども、守備面などで貢献しまして、自身初のリーグ優勝、そしてポストシーズン出場、ワールドシリーズ出場を経験しました。で、ワールドシリーズにも日本人で初めて出場しまして、9番 DH でヒットを放ったということでね、まあ、なかなか思うような成績ではなかったかと思うんですけども、日本人初の快挙を達成しました。そしてメジャー3年目、2003年の成績がこちら。62試合、114打数、22安打、1本塁打7打点、打率1割9分3厘、出塁率が2割3分8厘、長打率2割4分6厘、 OPS483 ということで、メジャー3年目、この年が最終年となったんですけども、もう一度メッツに戻ることになりました。しかし左太ももの怪我の影響により、あまり試合に出ることができず、5月には24打席連続ノーヒット、6月にマイナー落ちを経験しました。そして2003年のオフにノンテンダー FA、 まあ今の日ハムの西川選手とか太田大志選手みたいな状態ですね、ノンテンダーになりまして、2004年からは北海道日本ハムファイターズでプレーすることになります。そして NPB 復帰1年目、2004年の成績がこちら。123試合、504打数、150安打、24本塁打、79打点、打率2割9分8厘、出塁率が3割2分7厘、長打率5割8厘、 OPS835 ということで、入団会見で札幌ドームを満員にする、チームを日本一にすると語りまして、シートノックでは被り物をかぶったり、オールスターでは阪神の福原矢野バッテリーから史上初のホームスチールを成功させたり、そういう新庄劇場もありながら、日本球界復帰1年目でキャリアハイの打率2割9分8厘、150安打を記録。この年に3回目のベスト9、8回目のゴールデングラブ賞を受賞。本当にレジェンドですよね。そして2005年の成績がこちら。108試合、380打数、91安打、20本塁打、57打点、打率2割3分9厘、出塁率が2割7分4厘、長打率4割5分5厘、 OPS730 ということで、この年は規定打席に到達できなかったんですけども、20本塁打を達成。そして9回目のゴールデングラブ賞を受賞します。で、最後、2006年の成績がこちら。126試合、438打数、113安打、16本塁打、62打点、打率2割5分8厘、出塁率が2割9分8
8人、長打率4割1分6厘、 OPS が713ということで、この年で34歳だったんですけども、4月18日のオリックス戦でのヒーローインタビューで、今日ヒーローインタビューという最高の舞台で報告したいことがあります。タイガースで11年、アメリカで3年、日本ハムで3年、今シーズン限りでユニフォームを脱ぐことを決めましたと宣言しまして、日本ハムの前の本拠地だったこと、そしてプロ初出場が東京ドームだったということで、東京ドームのヒーローインタビューで引退を発表したという新庄選手。このシーズンの開幕戦で満員の札幌ドームを見て引退を決意したそうで、引退の理由としては守備の衰えと体力の限界、そしてメジャー時代にしてしまった左太ももの怪我だったそうです。ただ最後のシーズンもホームラン16本62打点そして10回目のゴールデングラブ賞を獲得、まだできたんじゃないかと思うような成績なんですけども、ボロボロになるまでやりたくないと言ってたそうで、これが新庄選手の美学なのかなと思います。では最後に日米の通算成績見ていきましょう。こちら1714試合、6039打数、1524安打、225本塁打、816打点、打率2割5分2厘、出塁率が3割4厘、長打率4割2分3厘、 OPS 727ということで、まあ、華やかなパフォーマンスだったり経歴が注目されがちですけども、これだけ素晴らしい成績があってのものなんだなと本当に感じました。ということで、少しでもこの動画いいなと思っていただけたら、いいねを押す感覚でチャンネル登録よろしくお願いします。特に阪神ファンの方はね、普段阪神タイガースに関する動画上げてますんで、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。さようなら。